派遣されるのは昨日と今日で合わせて20人の同職員で、このうち5人が昨日新千歳空港から被災地に向かいました。大きな被害があった石川県輪島市で避難所の運営を担当します。何を被災住民の方々が求めておられるか、こういったことを常に考えた上で行動を取っていただきたいと思います。派遣は輪島市からの要請を受けたもので、今回の地震で同職員が被災地で活動を行うのは初めてです。職員は1週間交代で被災者の支援に当たります。